あ、皆さん、鮫島です。今日はどうもお招きいただきましてありがとうございます。ちょうどね、先ほども2時間喋ってきたんで、まあ、先ほどもいらっしゃった方と今回初めてなかったということで、まあ、初めての方もいらっしゃるということで、じゃあちょっと お話しするということにしますけど、ちょうどね、さっきの会場では麻生太郎と小川誠から見たこの間の政局、今後どうなるっていうのをかなりディープに話したつもりで、まあ、私両方とも担当してたんで、この犬猿の中の2人のことよく知ってるんですけど、まあ、それちょっと血眼臭い話を喋ってきた中で、政治家はもうほとんど嘘つきばっかりで全員嫌いだと、全員嘘つきばっかりで誰も信じてないし、政治家は全員嫌いだと言っているっていう話をしてきまして、まあ、鮫島タイムズという YouTube でも毎週日曜日ダメダメトップ10っていう企画をやってまして、政治家を今週悪い順に順位ぶった切るみたいな、与党も野党も全員嫌いだみたいな形が非常に人気がありましてですね、悪口ばっかり言ってるって話をしたんですけど、その方がネタも集まるという話をしたら、まあ、この二次会はなんか政治家の方たちが多いということで、また同じ話を言っていいものかと思ってるんですが、まあ、基本的にはね、これ信念でして、一次会でもやっぱりいい政治家いないのかとか、そんなこともみんな聞かれたんですけど、基本的にドイツもダメだっていうのに徹しております。これはね、一つは、事実で、一次会でも大学生の方がね、来らっしゃって、今そこにいる先生の事務所で今働いている学生さんっていうことだったんですけど、なんでこんな自分は純粋な思いで政治家やりたいのにいい政治家いないんですかみたいな質問をされました。でそこで私が答えたのは、私もかれこれ政治取材始めて25年ぐらい経つんですけど、たくさんの政治家見てきましたけど、大体当選する前とか初当選の時はあなたと同じことをみんな言っていたと、それがどんどん政治家を重なりにつれてどんどん変貌していったんだという話をしまして、でそれを決して私は咎めないと、なぜなら政治家は大変だと、選挙に勝たないとただの人で、自分や家族は路頭に迷うだけでなく、自分を応援してきてくる人を裏切ることになると、せっかく一生懸命応援してきてくれたのに自分が落選することで非主流派に転じて仕事がなくなる人、干される人、いじめられる人たくさんいるであろうと、自分のことだけじゃないんだと、自分が負けることによって多くの人の人生を狂わすことになると、これが政治家だっていうのをいっぱい見てきたので、あながち金まみれになったり、嘘をつきまくったり、選挙に勝つためには何でもするっていう政治家を真正面から咎めるつもりはないんですよっていうことをね、その学生さんに言いまして、まあそこに皆さんがいたら拍手喝采だったんじゃないかと思うんですけど、一般の有権者にはなかなかそういうことは伝わらない。でも私はそれ嘘を偽りざる気持ちで、やっぱり選挙こそが大事であるというのはね、一貫とした信念。なぜ政治家が粘ってるかというと、人格が素晴らしいからではない。やっぱり選挙で何万票とかっていう票を取って、多くの人の代表だから粘る資格があると私は思ってるんですね。私ジャーナリストとかって偉そうなこといっぱい言いますけど、所詮一市民、ね、でも政治家の人はね、多くの有権者の支持を直接得てるから、代わりにみんなの代わりに代弁する。だから政治家で自分の学歴とか家柄とか地位とかIQ 偏差値とかをひけらかす人はもう本当バカですね。意味がありません。それより俺は何万票取ったっていう方がよっぽど意味がある。だから粘っていいんですね。ここの原点がとても大事なんだという話をして、だから政治家って一体何たるかっていうのはまさにみんなの代表なんですよと。だからその学生さんに言ったら、もちろんあなた政治家を目指すんならピュアな気持ちを大事にしたいほしいけど、政治家が問われるのはそのピュアさじゃなくて、やっぱりみんなのために何をやってみせるか、結果である、政治は結果である、誠実さとか理念じゃない。私の高校時代の同級生の香川県立高松高校の小川淳也、映画にもなりましたけど、誠実さ、ピュアさを売りにした政治家と言われますが、しょっちゅう喧嘩になります。お前なと、初当選の時はそれでいいよと、もう何回当選したんやと、党幹部政調会長までやってまだ誠実とか言ってんかと、少なくとも俺が取材してきた自民党の悪い政治家たちはあんまりもうそう言わんと、とても胸を張れるピュアさなんかみんなないけども、まあそれでも有権者の期待に応えようという一生懸命やってるよと、ね、お前そろそろ卒業したら1回2回当選するためにピュアさを売りにするのはいいよと、そうじゃないでしょもうっていう話をするとね、俺はもう変われんのだとかっていつも大喧嘩になるんですけどね。
やっぱり政治とは何たるかっていうのについて、別に人格やピュアさはどうでもいい、やっぱり結果を見せろっていうのが私は全てだと思う。だから君はこのピュアさを大事にしたいけど、一番大事なのは有権者の支持を得る、政治家になる人そこだよっていう話を今日しまして、だから裏金をもらうのがいいとか嘘つきがいいとは言いません、言いませんが、それよりもじゃあ何のためにそれをやるかっていうことに政治家の本質があるっていうのが、私の政治、いっぱい政治家を見てきた中の一つの結論なんですね。まあ、そうした中で私たち有権者としては、だからあまり政治家にスーパーマンを期待したり、この人が総理になったら日本が大きく変わると期待するのは、むしろ期待外れに終わることが多くて、そのスーパーマンなんかはいない、政治家みんな悪者だ、ダメダメだ、どうしようもない、で欲まみれだ、でもその欲まみれの政治家を利用することで少しでも社会が良くなればいい、ということは選挙にいいことをしたら通る、みんなの役立つことをしたら勝てる、そうなればやっぱり政治家はそっちに向かって頑張るんですね。有権者が振り向いてくれないと、裏金配ったら勝てるなら裏金配るんですよね。だから有権者を映し出す鏡が政治家であって、そういう意味では政治家を有効活用しましょうと、彼らにモラルとか倫理を期待するよりも彼らをうまく使い倒そうと、悪いことをしたやつは落とせばいいと、いいことをしたやつは勝たしてどんどん出世させて総理大臣にすればいい、そういう目で政治家を見た方がよくって、政治家に倫理観を期待するのはあまりやめようという、新聞記者らしくないことをねずっと私は言っています。だからそういう意味で期待しない、だからダメダメなんだ、こいつは悪い悪いダメダメなんだっていうことで、政治家がダメなことをしたらこうなるからダメなことやめようというふうになれば、ちょっとでも政治はマシになるという見方をした方が政治は成熟すると思うんですね。いつまでもスーパーマンを期待していたら結局幻滅し、また新しいヒーローを求めまた幻滅し、そういう先にヒトラーみたいなのが出てくるかもしれないし、戦争が起きるかもしれない。私は腐敗はダメだと思いますけど、もっと悪いのは戦争だと思っていて、殺し合い、あと残虐虐殺とかね、そういう独裁とかやっぱ怖い、そういう意味では少々水は汚れていても、まあ政治の基本はやっぱり合意形成、多くの人がちょっとでも納得する、あまりいじめられたりはみごにされた人がいない、追い詰められると人間何するか分かりませんからね、そういうんじゃない政治を目指すっていうのは、まあ、私たちの政治の力学であんまりね、コンプライアンス的にがんじがらめにしても意味がない、もっと政治の役割を見直す時は来てるんじゃないかなという意味で、今日はその学生さんの質問はとてにもう気持ち、記憶に残る、印象に残る、私も原点をもう一回確認するような話でした。そのついでに今日議員さんが多いということで、これも講演ではちょっと触れたことを一つエピソードとして紹介しておくと、やっぱりその自民党って今腐りきって、とんでもない責任も取らないどうしようもない政党になり下がりつつあると思うんですが、まあ、私結構いろんな政党を取材してきて、感じてるのは、昔の自民党はやっぱある意味すごいところがあって、この間引退っていうか不出馬を表明した二階さんもそうなんですけど、あの世代、つまり中選挙区で、来た自民党の政治家ってなかなかなんですね。まあ、それを政治学的に分析すると答えははっきりしていて、昔中選挙区時代、つまり例えば定数5、福岡1区とかもそうだったのかな、定数5っていう選挙区があったとすると、大体ですね、社会党と公明党は組織票で1議席取るんですね、取るんですね、で残り3つの議席を出て自民党が取るんですね。でそういう選挙区は全国にある。で社会党について言うと、私も社会党徹底研究したことがあって、社会党から見た方が自民党はよくわかるっていうところがあるんですけど、社会党は万年野党って言われましたよね。どうしてかというと、中選挙区時代に社会党は候補者が全員通っても政権を取れなかったんです。なぜかわかりますか？定数5のところに1人しか立てないから。じゃあなんでそうかというと、最初から現職を確実に通すために新人を立てなかったんですね。ただ現職は確実に当選して長く長く何度も当選するって人はいっぱいいました。でもこれは有権者からすると裏切り行為みたいで、最初から選挙の結果は自民党が過半数が決まってたんですよ。社会党は単独政権を取る可能性ゼロだったんです。候補者立てないから、現職の議席を守るため。つまり社会党は最初から選挙で政権交代を実現させるっていうことを、まあ、諦めた政党だったんですね。ある意味とんでもない。でも社会党が政策実現を目指さなかったのかというと、目指したんです。
じゃあどうやって政策実現を目指したかというと、それが国体政治です。つまり社会党はある野党第一党を維持することで、国会では与党と野党が交渉して国会日程を決めていきますよね。で常に表向き予算とか外交防衛に反対するんです。で反対して強行採決するのかとかでデモとかをして徹底抗戦します。でも本当の狙いは別にあります。社会党は一番自分たちを応援してくれているのは自治労とか日教組とかっていう組合でしたね。一番大事なのは公務員の賃上げでした。ですから国会の表舞台でマスコミとかを味方につけて、外交をこの案件反対、安全保障のこの防衛問題反対、予算反対と言って、裏で国会対策委員長が与党の国会対策委員長、自民党の国会対策委員長と裏取引します。なんていうか、公務員の賃上げをよろしく、公務員の賃上げを飲んでくれたらこの予算を通しますよ。この裏取引が国体政治、自社55年体制と言われるものですね。ですから常に自民党の国対委員長と社会党の国対委員長は通過です。社会党で最も権力を握っているのは国対委員長です。自民党と通じてるから。で私はこの話を清和会の町村信孝さんという人から聞きました。清和会に行きました。で官房長官の時に担当したんですけど、最初に挨拶した時に私いつも挑発的で政治家全員嫌いっていうのを堂々と政治家にも言ってますから、わざからからかったというかね、皮肉を言ったんですね。いや町村さんは二世議員で通産官僚、東大で通産省出身でエリート一直線ですね、本当にエリートの道を歩んできましたねって、今いきなり挑発の挨拶を初対面でしたんですけど、そしたら町村さんある意味素直な人で顔を真っ赤にして激怒しましてね、何言ってんですか、私は同期の中で政務会になるのが一番遅かったんですよ、なぜか分かりますか、それは私が清和会だからです、清和会がずっと外されてきたんですよ戦後日本において、あなたにその気持ちが分かりますか、戦後日本を牛耳ってきたのは慶政会、高知会、ね、田中角栄の慶政会と、まあ、大平の高知会ね、それに大蔵省外務省、ね、役人中の役人大蔵省外務省、そして NHK 朝日新聞、そしてアメリカ中国だっていうようなことをバーッとまくし立てたんですよね。で私その時ピンときたんですよ、あこのセーラー怒ってるな。で極めつきの言葉は、私たちは何も何も聞かされてこなかったんですよ。ですから慶政会が宏池会に根回しして、その後社会党に根回しして、その社会党から NHK と朝日新聞がリークされて記事に書いたを見て、私たちは初めて何が起きてるかを知ったんですよって怒ったんですよ。これが戦後日本の構造で、清和会はずっと外されて、その怨念があるから慶政会、宏池会、財務省、外務省、朝日新聞、NHK 大嫌いなんですね。安倍さん本当それは嫌いだった、復讐するために総理になったようなところがあってですね、これは復讐政権と私言ってるんですね。清和会20年かかって日本は何も良くしなかったけど、ひたすら慶政会、宏池会、朝日新聞、NHK、財務省、外務省に復讐をしてきたね。町村さんにもうそろそろ復讐いいんじゃないですかって言ったことあるったら、まだダメですとかって言ってましたからね、そのぐらい怨念に思ってたんですね。これがその戦後日本の本質、清和会のずっとした本質で、そこでさっき言ったけど慶政会、宏池会は社会党に根回しして、社会党が朝日新聞、 NHK にリークしたって話ありましたけど、この社会党っていうのは社会党の国対委員長のことです。つまり国対で裏取引で公務員の賃上げをする代わりに今年度予算通してあげよう、この安全保障の問題通してあげよう、これが戦後の55年体制。社会党は選挙で政権を取って政策を実現するんじゃなくて、国会で裏取引することで公務員の賃上げを実現する、これが社会党の本質だったんです。これ評価分かれる事実ね、これどっちいいかどうかは判断分かれる、これは事実です。でそれをやめて、いやそれじゃダメだから選挙で決着しようっていうのは90年代の政治改革、小沢一郎がやった政治改革、二大政党政治にして小選挙区制にして A か B かの二者択一を有権者に迫って政権交代を起こりやすく、自民党が好きな人は自民党、自民党嫌いな人は野党第一党に入れるっていうことで無理やり政権交代を実現させるっていうのが90年代の政治改革の目的、これ小沢さんが描いたある種の天才ね。でその結果実際政権交代起きた、民主党政権でも、それが失望に終わって今自民党が戻って、なかなか野党がまとまれないから小選挙区なのに政権交代が起きづらいという当初予想に反した状況が起きてしまっているというのは今の状況なんだけども、まあそれ話すとこの話になっちゃうから元に戻すと、それで小選挙区になった結果何が起きたのか、
結局その政治家っていうのは中選挙区時代、自民党は社会党はその5議席のうち定数5のうち社会党公明党は1個ずつ取りますね。残り3つ自民党現職がいるんですよ、ね、大体この3人は違う派閥です。違う派閥ですね。1人が経政会、1人が宏池会、まあ、1人がじゃあ止水会、中曽根派としましょうね。そうするとこの地元自分の地元から国会議員になりたいなと思う保守系新人がいたらどうしますか。もう公認は絶対もらえないんですよ。どうしますか。そうすると無所属で出て現職を倒さなきゃいけない。で社会党と公明党は絶対倒せません。定数5だから一定の組織票があるから、組合か創価学会か。ということは新人が俺国会議員になるぞと思ったら自民党現職の3人を誰か蹴落とさなあかんのですよ。これは大変ですね。強いですからね、みんな。だからもうそれをもう必死で選挙運動して地元の有権者を味方につけて先輩自民党現職を一人叩きのめす。こうじゃないと勝てないんですね。で昔の自民党ね、まあ、福岡の場合、まあ、麻生さんはお家柄がいいから違ったかな、古賀さんとかね、まあ、あと石川と森さんとかね、大物はみんな最初の初当選は無所属です。で現職を倒して国会議員のバッジをもらって初めて追加公認で自民党に入るんです。ここがね自民党の強さだったんですよ。すごいですね。森さんなんか最初の森喜朗さんね、最初の選挙世論調査直前の世論調査で泡沫候補だったんです。でこれ有名なエピソード、地元の北国新聞にね、選挙直前に森さんの隣の家が火事になるんです。燃えるんです。そこから仏壇を抱えて飛び出す森喜朗が北国新聞の一面に載るんですよ。すごい。で英雄になって当選するんです。まあ、森さん議員になる前売春疑惑といろいろだったけど、もっと大きな疑惑、森仏像を抱え疑惑っていうのがあってですね、これがなければ当選してない。このぐらい何を尽くして、まあ、本当にね仏壇持って逃げたのかもしれません。それは私真相は分からない、大昔のことだから。でもそのぐらい激しい中でもうあの手この手を尽くして現職自民党を倒して無所属で当選して初めて追加公認で、その時に3人が経政会、宏池会、中曽根派だった場合は別にね政治信条で派閥を選ぶわけじゃないんですね。自分の地元はもうすでに経政会と宏池会と止水会がいる、あ空いてるのは清和会だ、この程度ですよ。それで清和会に入るんですよ。わかりますか。つまり派閥というのは主義主張が似通った人間が集まるなんていう話じゃない。選挙区事情で決まる。オーラが地元にいないやつのところに行くしかないんですよ。そしたらその派閥は勢力拡大のためにこの無所属の息のいいやつがいるからこいつに資金援助して裏で応援してやろう、そうやって派閥を広げていくんですね。これが派閥の成り立ちなんですよ。主義主張じゃないんです。ここをよく理解しなきゃいけないね。こうやって自民党は派閥間闘争で、解散総選挙は社会党と戦うんじゃなくって、社会党はどうせ各校選挙区1個取るから、で政権は絶対取らないから、昔の解散総選挙は自民党の派閥間闘争だったんです。他の派閥を蹴落としてやる、これが自民党のまあ底力エネルギーだった。でこれを個人レベルで言うと、どんなに上司総裁幹事長にペコペコして党の公認をもらってもですよ、自民党って言ったって生きのいい若者が地元から出てきて無所属で挑戦してくるんですよ。そしたら総裁幹事長にごますったって負けちゃうんですね。党の公認なんか意味ないんです。どんなに党の公認なんかもらったって選挙で落ちたらただの人ですから。だから総裁や幹事長が何を言おうが、オラは自分の有権者を大事にする。これが自民党の底力だったんですよ。でかつて中選挙区時代を知ってる人は、福岡でいうと麻生も古賀もみんなそうだけど、そういうとこあります。最後総裁幹事長何言おうが俺が有権者の支持を得たら勝ちだみたいなね。昨日二階さんの記者会見見ましたけど、にじみ出てましたね。最初のどうでもいい話で責任逃れみたいなひどいし、なんかバカ野郎が注目されてとんでもない政治家だっていう、その通りその通りなんだけど、まあ一個ねやっぱいいこと言ったなと思ったのは、自分がなぜ政治家になろうと思ったのか、県会議員時代に地元の青年団がやってきたと、今から新潟に行ってくる、何しに行くんだって聞いたら、
いやもうこれは地元の道路について福岡じゃないや和歌山の県会あの国会議員に何度言っても一歩も動かない、誰も俺たちの痛みは分かってくれない、俺たちの痛みを分かってくれるのは新潟の田中角栄先生だけだ、だから今から新潟に行ってくるって言われたと、自分はとても悔しい思いをしたと。だから俺がもう自分が国会議員になるしかないと決意したのはその日だって話をね、それ以来ずっとねふるさとにこそが政治であるということを、まあ半分嘘みたいな、政治家嘘しか言わないから、でも半分結構本質はあってね、いざ今自分は岸田に言われて処分を食らう寸前だね、でここで政界引退にまあ追い込まれたわけですよ、ね、で最後意地を見せるわけですよ、何くそ、でも俺を支えてきたのは有権者、地元の有権者だ、岸田が何ようが麻生が何ようが茂木が何ようが知らん、俺は地元のために、だから後継者は地元が決めるってすごい強く言ってましたね。もちろん息子にしたいだけなんだけど、ね、こいつらにはくするかみたいなところがあって、ここがね自民党のエネルギー。ところが小選挙区になってから何が起きたかというと逆になりました。つまり自民党の公認さえ得られれば小選挙区でかなりの確率で地方では勝てる、仮に負けても比例復活できるとなると政治家どうなりますかね。俺らが有権者なんかよりも総裁幹事長にペコペコして公認ください公認ください、もう毎日毎日赤坂で飲み歩きながら茂木幹事長の肩揉んだり、ね、岸田になんかおべんちゃら言ったり、そういうことばっかりやり始めたんですよ。まさに小選挙区の結果、自民党がの議員たちが有権者を軽視し、上司ペコペコのサラリーマン化した。民主党も一緒です。企業公認もらわなきゃどうにもならないから、まずは公認もらうために上司にペコペコする。結局自民党も民主党も似てきた、どっちもサラリーマン小粒、まあ、僕らずっと見てもつまんねえなと思いますね。二階さん、まあ、汚い政治家といえばその通りなんだけど、あの会見見るとやっぱり中選挙区時代、何よりも何があっても有権者を大事にするというのは、まあ、昔の自民党の評価できるところだと思います。私古賀誠さんを担当して毎週のように大牟田に行ってた時期があるんですけど、まあすごいですよ。大牟田の方いらっしゃいますかね、あっちの方。私もあの辺だからかなり詳しくなりましたけど、今だいぶ市町村合併したけど、当時は市町村数がまだあの福岡7個かなりありましてね、古賀誠さん各自治体にそれぞれ女性団体を3つ持ってるんですよ。誠会、乙女会、自民党女性部かな、3つあって、それ15個あると45個あるんですけど、毎週競わされるんですよね、党員獲得数とかで、選挙があると自分が推した候補の得票数とかで表にするんですよ。そしたらもう各市町村間もあるし、その3つの女性団体同士が激しく競い合うんですよ。で一番その週の成績がいいところに週末帰って公園に行くんです。だから星野村っていう、今も合併しちゃったの、星野村っていう田舎がある。星野村にも3つあるんですよ、ね、でそこで例えば村長選挙があると、もうあの自民党系保守と共産党一騎打ち、得票率 95% とか 96% みたいな世界なんだけど、隣村が 97%、星野村が 95%、 得票率で 2% 負けちゃった、だから誠先生は今週星野村に来てくれなかった、隣村に行っちゃったみたいな戦いをやってるんですよ。でさらに星野村の中で3つの女性団体それぞれ党員数とか数字が毎週出るんです。その中で一番いいところだけ公演に行くんですよ、まあ、私たち番記者ついていくわけで、あの戦争はダメですねみたいな、そういう声をしてくるんですけれども、まあそれを今週でも誠先生がうちに来てくれた、そのぐらいもう必死で戦うんです。鮫島さんで覚えてた方がいいですよ、男はすぐ裏切りますとかって言ってましたね。選挙は女性の票が大事ですって言ってましたけど、でそれぐらいやってやってやり尽くして彼は言ってました。いや結局政治家っていうのは何があっても当選しなきゃいけない、人殺しさえしなければ当選するぐらい基盤を作んなきゃダメですよって言ってましたね。まあこれがもうそういう選挙を見てきましたからね、まあ人それぞれ、麻生さんはもうちょっと家柄とかでガーンと勝負するみたいな選挙が出ると思いますが、人それぞれ売りが違いますからね、まあ、そのぐらいやっぱり有権者に強い支持がないと東京で政局なんかできないんです。
総裁幹事長に睨まれて除名されても俺は生き残るぜみたいな強烈な人気がない限り権力闘争なんかできません。ちょっと揺さぶられて地元にスキャンダル握られてヒッてやられて脅されて終わりみたいな、そんな矢はじゃあ総理総裁の道は遠い。これが昔の自民党だし二階世代ではある。な、全員的でも永田町全員的でも俺には和歌山にこんな味方がいる、いいぞ俺堂々と戦ってやるぜぐらいの気骨がないと、もう恐ろしい永田町の足の引っ張り合いと嫉妬のもう入り乱れたもうめちゃくちゃな世界で勝ち残れます。だからやっぱり選挙区、政治家の原点は学歴でも偏差値でも家柄でもなく強烈な地元の支持だっていうのがね、私のずっと見てきた、それがないと戦えません。ちょっとアキレス腱があってスキャンダルは1個出たら終わりじゃもう無理、スキャンダルなんか誰でも出ます、無理やり探しますからね、うん、そんなの守りに入っちゃ勝てない。何があっても自分を支えてくれるっていうぐらいのものがないとやっぱり政治家としては大成しないし、それで大成したらラッキーなだけ、運なだけ、いつでも揺さぶられる。でそういう人が権力者になっても常にビクビクしながら、あこのスキャンダル出たら嫌だな、妥協妥協を重ねてやりたいことはできない、バランスをとっていい顔を見せるしかない、まあ、岸田さん どちらかというとそういう選挙は強いからね、いいんですけども、まあ、非常に個性薄い感じだけど2年間権力者やって相当いろいろあって鍛えられてると思いますよ。だから何しでかすかわからない恐怖心とのご乱心、何やるかわからないみたいな恐怖心、私から見るとちょっと権力者らしくなってきた。その分息子のことも叩かれ、もうめちゃくちゃ叩かれ、結構人間不信に陥ったと思いますけどね。だからこうなってくるとちょっと怖いっちゃ怖い、何してかすか分からない、だから解散あるかもしれないと思ってます。そういう雰囲気はちょっと出てきましたね。まあ、話しても政治家ってのはやっぱりだから綺麗とかなんとか結果を出す、でもそのためにはなんでえばってるかっていうと支持を得てる、有権者の支持を得てる、それが権力の源泉である。だから選挙が大事なんだ。だから選挙活動をおろそかにする政治家は絶対大成しない。みんなの声を受けて立つ、それは二階さんの会見に本当ににじみ出ていた。全然褒める気しませんし悪口しか言わないんですけど僕はそう思う。だから皆さん特に政治家の方はやっぱり一番大事なのは有権者の支持で、だから比例区で当選している政治家は一人前じゃないんですね。党からもらったサラリーマン議員で私全然評価しません、ね、だ今の野党はやっぱり、バラバラな結果、これは小選挙区の宿命なんだけどやっぱり比例区を伸ばす争いになっている。もちろん政党戦略としては比例票を伸ばすは大事だけれども、政治家としては比例区で勝っている限りは永遠に半人前、半人前、発言権は半人分以下ですよ。これ政治の原点です。俺は党にも頼らず誰にも頼らず俺の名前を書いた有権者の支えられてるんだ、これがないとね権力闘争できないんです、弱い。で私なんか政策もまあ別に勉強してないことはないけど政局見てくるとやっぱり政治の世界は平等じゃないんですね。何を言うかではなく誰が言うか、そう誰が言うかってその人間の政治権力です、政治基盤です。多くの人の支持を得てる、多くの声を後ろに控えてる人が言うからこそ強いんですね。もっとその政治の本質がね全然議論されてないのはちょっと残念で、だから私はそういうの言いたくて、主張としては結構リベラルだし自民党批判するしあれなんだけど、自民党が学ぶ点はいっぱいあって、やっぱり政治家との力を皆さんつけましょう。別にあなたが人格がいいから、あなたが清らだからいいんじゃないんです。政治家にとって一番大事なのは自分の発言の強さを増すことなんです。そのために何をするか、それも選挙強くなる、有権者の支持を得る、ここなんです。だから皆さん自分が政策を実現するために選挙運動しているというのは実は間違い、自分を強くするために一番近道は地元の有権者の圧倒的支持を得ることなんですね。それがないと私と同じですよ。じゃあ私と同じように単に書いたり喋ったりする勝負でやるなら敵はジャーナリストになるんです。面白くみんなの興味を引いて、ね、楽しませる、その力で勝負しようと思ったら政治家の皆さん全然素人、
私の厳しい世界にいますよ。毎日毎日 YouTube で、でそこの妻でも全然今日はビューが伸びてないとか叱られながら、ああ全然面白くなかったんだ、記事書いても全然ヤフーになっても全然ビューが伸びてませんとかって言われながら、ああ全然面白くなかったんだ、どうやれば面白くなってみんな興味持ってもらうだろうっていう、そういう世界に行くんなら、あのジャーナリストとかね、言論の世界を目指せばいいけども、政治家を目指すんなら違う。やっぱり自分の政治家としての力は何票取ったのか、どんだけ選挙地盤があるのか、人殺ししない限り当選できるのかぐらいの、もういいとか悪いとかを超えた、もう全人格を含めたもう圧倒的支持っていうのを、その有権者を代表して、国会、県議会、市議会に自分はいるというところが一番大事。まあこうやって結構地方行くと、地方議員さんでもすっごいこういう人いるんですね。まあ、地道な活動もそうなんだけど、ある種のカリスマじゃないと地元に根ざして圧倒的支持を得ている、まあ、その受けつつあるその素質を持っている地方議員さんいるんですね。だからこういう人早く長田町来たらあっという間に頭角を現すな、やっぱそういう人いますよ。まあ、皆さんご存知だとやっぱり年を結構重ねていただきてあっという間に出世してすごかったのが野中広さんね、京都の園部町という町長をやってて、まあ本当もう50後半ぐらいに国会にやってきて、瞬く間に、権力を上っていった。迫力ありましたね。迫力あった。やっぱ圧倒的支持はあったんでしょうね。怖かったしね、いるだけで。まあ今ね、官邸ずっと見てますけど、官邸に政治家来るだけでもう官邸の職員とか警察官警護の人が野中先生が来る、野中先生が来るってもう構えてるんですね。怖いんですよ。で来たらもう空気が、官邸の空気がカーって凍るのを感じるぐらい、みんながキュッて体が固まる。もう私も30年ぐらい、まあ、なりますかね、25年ぐらいかな、官邸見てからこのぐらいになりますけど、あんだけそう一瞬にして官邸の空気を凍らせる迫力のある怖さを持った政治家野中さんでしたね。まあ、古賀さんをずっと担当して、古賀さんの元に、野中さんの元で古賀さんはいましたけど、正直言うと古賀誠にはそこまでの迫力はなかった。やっぱり野中怖かったなと思いますね。迫力ありました。まあそういうのがやっぱり政治家で、社会部とか政治を知らない人ほど政治は金だ、確かに金は強いんですよ、ね、金は大事。ただ政治家金ならね、笹川さんが総理になってますね畑山さんもと10年ぐらいの長期政権になってると思う。そうならないところが実は政治の面白いところで、やっぱりね、金は大事ですけど、金だけじゃないというか、実は金は一番じゃないんですね。ここは政治のめちゃくちゃ面白いところですね。やっぱりその政治家の持っているこう迫力、実はそう、どこからその迫力が来るかというと、やっぱり自分で空元気じゃダメなんで、俺はこんだけの仲間に支えられている、逆に言うとこれだけ自分は抱えている、だから落選したら自分を応援してきた人たちを裏切る、みんなを路頭に迷わせる、みんなを負け組みされる、そしたらこいつら自分応援団いろんな分野でいじめられて外されてどん底に落とされるかもしれない、俺は負けられない、これなんですね。抱えているものが多いければ多いほど政治が強い。自分のことばっかり考えている政治がやっぱり弱い。これはもう結論だと思います。だから今日は政治家の方が結構いらっしゃるということで、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけど、あんまりこういう話は普段はしないんですけど、まあちょっと政治家向けのお話として、とりあえずこんなことで言ったので、またご質問があればいろいろお聞きしますので、本日はどうもありがとうございました。鮫山先生、ありがとうございました。すみません、予定にない指名ありがとうございます。大変興味深い話でございました。ありがとうございます。中選挙区、あ、私所属今自民党におります。で、4期生です。で、城南区の一部、区割なんかで、私もともとは鬼木誠さんの選挙区になるんですけど、実は私の地元が沢良区と同じ側 そのつまり古賀敦さんで、前は大田先生がされてあったんですね。
で私太田先生にちょっと、いやもう中選挙区やめてからもう本当政治ダメになりましたねって話をこの前実はお会いした時にさせていただいたんです。そしたら、ああ、あの政治改革の時俺も一生懸命小選挙区にしたんだよな、ごめんねって言われてましたけど、おっしゃる通りだと思ってて、なんか最近その保守系見てるとですね、もちろん国会議員の粒の話がさっきありました。で、そこと一緒でですね、要は中選挙区時代だったら皆さんそこにこう陣取りがあって、その地方議員所属議員をどう取り合うかみたいな話で、そこでまた同じ枠の中でも競い合うみたいなのがあって、で最近ちょっとやっぱそういうのがなくなってきてですね、どうもその地方議会自体もちょっとつまらなくなってきたんじゃないかなということをすごく感じるんです。まあ、これ質問じゃなくて大変共感するところがあったという話なんですが、で選挙制度がですね、どうやったら良くなるかと、私は中選挙区に戻した方がいいんじゃないかということをずっと言ってるんですが、それが、そうじゃないならばですよ、なんか何がしようがあるのかっていうこと、これをちょっとぜひご意見としてお聞かせいただきたいなと、もう一つだけすいません長くなって、今の選挙区ちょっと大変、中央はですね、まあ自民党ああいう状況なんですけども、朝日新聞に小沢一郎さんのインタビューがちょろっと出てて、結局岸田が得したというお話だったと思います。ちょっと今その辺 の見立ても少し合わせて教えていただければと思います。お時間40分ぐらいで乾杯なんで、あ、時間長いんで、わかりました、しっかり、あ、しっかり、ありがとうございます。いや太田誠一さんにもお世話になって、若い時担当してましてね、いや面白い方で、意外と素直すぎるところがあって、一回大失言をした時に私担当でね、鹿児島だったかな、どっかで失言した時にすぐコメント取れって言って、そしたらもうベタ折れでいいんですか本当に謝ってそこまでみたいなことでね、いやまあ福岡というと山田さん、ね、麻生さん、古賀さんって大物がひしめいてる中でね、でも私ね、太田誠一さんはとてもね、印象に残る、最近ちょっとご無沙汰してるので、ぜひ鮫島がよろしくちょっとお伝えください。で、ご質問であった、まあ、選挙制度はね、変えるの難しいですっていうのはね、やっぱ今選ばれた国会議員たちは今の制度だから選ばれてるわけで、自分に何かしら有利なことがあるんですね。比例復活してるやつにしても、小選挙で勝ったやつにしてもね、ただ自分が有利で選ばれた制度を自己否定するのは、よほどの機運がないと変えられない、政治主導では動かないっていうのがこの政治制度改革の難しいところで、まあ、90年代はもう本当リクルートはじめ大スキャンダルの中で、まあ、学者の動きとかマスコミが動いてうねりの中で起きたっていう、あと自民党は割れた、まあ、あれは小沢一郎さんというと得意なね、ある種の変人がいて実現できたところもあったと思うんだけど、まあ、そういう意味で今なかなか難しいのが現実だから、私あんまり実は制度もしたくないのは学者っぽくなっちゃう、まあ、私学者嫌いなんですよやっぱリアリズム好きなんで、だからあんまり学者っぽくなるのはあれなんで、あんまりね好きではないんですが、ただ相当制度披露してるのは事実で、この裏金問題はまさに90年代の政治改革が行き詰まった結果とも言えるんでね、まあ、一つ運動を起こすチャンスかなっていう気はしていて、私なり微力ながらもう一度選挙制度改革を含めたものを提案していきたいなと思って、ちょっと今提案始めてるのはちょっと難しすぎますね今の制度ね。やっぱりさっき言ったように政治はエンタメでみんなが興味持ってくれるっていう意味では単純がいいんですよ。基本的に税金と選挙制度は単純がいい、複雑回帰したら分かんなくて何が公平かよく分からん。でそういう意味で言うと、その二大政党政治のいいところは政権交代が起きやすくするけど政治家は小粒になるっていうところだと思うしね。で逆に言うと、今その比例と小選挙を組み合わせた選挙制度って非常に分かりづらいし、衆議院の中でもさっき言った二階さんのような地べたみたいな政治家から比例で何度も当選してきてる人が両方いるっていう、本当よく分かんない制度になってるからね。もう私今後運動論的にやっていきたいのは、もう衆議院はね、もう単純小選挙区A か B か、もうこれ有権者はちょっと選択狭まるけど、単純選挙区にする代わりに参議院はもう完全比例、うん、その方がもうシンプルで、
で衆議院の暴走はどっちか怖いんですよ。単純小選挙区とどっちかが8割ぐらい議席取っちゃう可能性あるから。ただそれは参議院を完全比例にしたらそう簡単には独裁難しいんで、それがシンプルイズベストで言うとよあれなのか分かりやすいんじゃないかと。で90年代って学者主導の政治改革だったのね。私あれに関わった大学教授です。全然評価してません。もうマニアックすぎてやっぱり有権者の視点じゃないんですよ。自分たちが学問的にうまくネチネチやったみたいな要素があって、やっぱり僕らと分かりやすい方がいいよね。税金も難しすぎますよ。工場となんとかとごちゃごちゃで誰が得してるか分かんないっていうのがその政治不信を生んでるわけで、選挙制度分かりやすい方がいいから。もう衆議院はもう一騎打ち、もうここまで小選挙区定着しちゃったから。でその歪みをむしろ参議院で回復するぐらいの、参議院は完全比例だから、まあよほど重要なことは衆議院でガツガツ決めれるけど、通常法案は参議院がなかなか通らないから、やっぱり参議院で、暴走を食い止めるために、やっぱり連立的な要素は常に残るみたいな形にして暴走を防ぐぐらいがいいのかなと。今それちょっといろんな方面で言い始めてはいるんですけどね。ただまあ現実問題は難しいとありますね。で小沢さんね、まあやっぱり小選挙区で負けたの痛かったですね。やっぱ発言力が落ちました。年齢もありますけど、やっぱりさっき言ったように、ね、選挙区で勝たない人と、あ、比例で復活したと、選挙区で勝った人の発言権は天と地との差がありますね。だから小沢さんとしては権力を回復するためには本当は今すぐ解散しろと。でもう一回岩手3個かで勝って自分の発言権取り戻すっていうのは本当の闘争する政治家の言い方なんだけど、最近の小沢さんしばらく選挙はないなとか、岸田がこのまま総裁選勝つだろうとか言い出してるところを見るとちょっとね、まあ申し訳ないけど暴力したかなと。本当の権力闘争なら小沢さん自分の利害と政局見立てを重ね合わせながら今すぐ解散しろ、で自分が早く次の選挙でもう一回勝って権力を取り戻すっていう道を選ぶべきところ、そう言ってないというふうになると、これも勝手な憶測ですけど、まあ、プロ的に見ると、あ、そろそろ引退考えてるなと私は見てるので、今の小沢一郎の発言は政局的影響はあまりない、厳しい言い方ですよね。ごめんなさい、私ね常にリアリズムで見るんで、こいつの発言にどのぐらい力があるかっていう目で見るとね、小沢さんにも政局を動かす力は実はあんまり残っていないと思います。そういう意味でただ岸田が意外と強いっていうのは一緒、やっぱり総理大臣強いのと、やっぱり派閥がなくなるってね、今自民党の7割は無派閥になっちゃったんですよ。だからやっぱり派閥の束縛が減っちゃったというのは相対的に党執行部が強いわけで、で党執行部も茂木とかもボロボロになってる中で、やっぱり岸田相対的には強いんですよ。でさらにリアリズムで言うとですよ、これは政局の見方で一人一人をよくつぶさに見ていくと、所詮は皆さんも経験あると思いますけど、派閥なんていうのは、あ、まあ、なんていうかな、政界全体ですと自民党と野党は戦ってると思うけど、実は自民党一人一人見ると敵はうちにあるんですね。つまり野党の力を利用しながら自民党内で俺が偉くなろうってみんな思ってるんですよ、ね、だから麻生と小川喧嘩し、その時俺だけじゃ勝てないから野党の力を利用してとか、マスコミの力を利用してスキャンダルでやってやろうとかね。か私記者だから全員嫌いですって常に言うんだけど、全然平気なんだ。誰も僕を殺そうと思って来るやついないから、所詮政治家の敵は政治家だから、だからお互い喧嘩するのは俺を味方につけた方がお前いいぞとかって言って上から目線でつけといてとか政治家は引き込めるんですね。ピコピコしちゃダメなんですよ。で同じことは派閥の中でもそうなんですよ。実は派閥内闘争っていうのは他の派閥を利用して自分の派閥の親分を蹴落として俺が派閥親分になりたいってみんな思ってんですよ。でその魂胆を絶対口にしませんよ。その魂胆を見抜けばもうネタ取り放題なんです。あ、こいつは今これ考えてるな、これこの話はこいつに聞けば喋るなとか大体わかるね。まあ、例えば今わかりやすいのは茂木派で茂木が落ちて真っ先に出るのは小渕優子で、まあ小渕優子は旗を立てよう。今一番ずるいのは加藤勝信ね。もうどうせ気持ちも何もない、いずれ抜けよう、一番いいタイミングで自分が抜けて、小渕優子よりも自分が優位に立ちたいとか、そうやってやめるタイミングをずっと見てる。もうその中で茂木さん基盤ボロボロみたいな、つまり敵は身内にあるっていうのが、まあ、派閥闘争、まあ、だから岸田さんそういう意味では相対的に派閥がボロボロだから強くなったっていうのはその通りで、となると
次の派閥親もどうせ派閥復活しますからね、派閥がなくなるのかありえませんから、総裁選がある限り派閥は誰を応援するかで必ず次の総裁選が終われば派閥は戻る。ってことは次俺が派閥の親分を目指すぞってやつは自分が どう考えるか考えるんですね。別に岸田下ろしが目的じゃないんですよ。岸田降りても降りなくてどっちでもいいんですよ。みんな自分のことを自分ファーストだから、これは自民党のいいとこでも悪いとこでも自分ファースト、僕は意外と好きなんですけどね、読みやすいから、ね、変な理念の自分ファーストとなると、岸田が残った方が得か、そう、辞めた方が得かをみんな考える。岸田好き嫌いじゃないんですね。若手が岸田のまま選挙やられたらもう人気ないか落ちるの嫌だなと思うけど、もうちょっと上になるとどっちでも俺勝てる、選挙区勝てる、さっき言ったように人を殺したりしなきゃ選挙勝てるぐらい強いやつは別に岸田であろうが誰であろうがいいんですよ。まあ、僕の大学時代からの友達細野豪志は自民党に行きましたけど、もう自民党でも民主党でも無所属でも選挙勝っちゃったみたいなね、まあ、圧倒的強いからもう盤石だからどうでもいい、いつでもいいっていう、なんと強いんですよ、どうでも立ち振る舞える。でそういう状況になると岸田がどっちが自分にとって得かをみんな考えるとなるとですよ、今岸田がやってる派閥解消っていうのはね、実は次世代のホープたちにとってはいいことなんですね。新陳代謝、世代交代が進むから、つまり茂木が弱っちくなるのは小渕優子とか加藤勝信にとってはやれやれやれって感じだし、安倍派五人衆が全滅して倒れたよっしゃーって福田達夫は思ってるしね。で、まあ、ここの福岡のただ武田良太さん、二階先生は派閥の象徴でございます、かっこいいこと言うだと思うけど、内心はそろそろ俺の時代だな、俺も50代半ばだし、まあ、二階さんずっとそれを我慢して我慢して支えてきたわけだから、自分が追い出すんじゃなくてこの大騒動の中で二階さんが引退してくれたらいよいよ俺の時代が来たと思うわけ。まあ、この間細野から電話かかってきましたね。いやー、林さんから次二階先生がきつい君を政調会長代理に押しとくって言われたから楽しみに待っててねって電話があったら、その翌日にやっぱりダメだったよ、武田さんがどうしても認めないってから辞めることになったって言ってましたね。結局派閥の中のそのポストの前とか、うちは身内にある近い方が敵ライバルなんですね。これはどの会社も政治の世界も一緒なんですね。となると武田良太さんだって、おこれで二階さん俺の時代来ると思って、というのは次今実力が伸び盛りの人間にとってはヘボ岸田が他のやつを投げ倒してくれるのは悪いことではない、という意味でやっぱり相対的に強いんです。やっぱり総理強いんですよ、うん、となるとしぶといなと思う。だからね、私は一枚のはさっきいつも言う4月解散、今すぐ解散しちゃうとそこで野党に転落多分ないでしょ、議席減らす。でもね、みんな敗北という総括、一挙に世代交代の歯車が回ります。だからこれを恐れてるのは今の重鎮たち、麻生も立場を超えてね、麻生も菅も二階は引退しなきゃいけないから嫌だよね、麻生も菅も二階も茂木もみんな嫌。でもその次世代たちは内心もういつでもやってくれ、世代交代の歯車早く回る、俺の時代が来ると思ってるんですよ。声なき声、こんな取材行っても誰も言ってくれませんよ、そんなこと言ったらね大変なことになるから、わかる、ああみんな期待してるな。となると岸田がそれぞれ前進すると、あと岸田さんに一気に気やってもらった方が重鎮たちが退場すると、で俺たちは堂々と俺たちの時代になるということを考えると、総理大臣は総裁、自民党総裁はやり方によっては強い、あとは岸田さんが鈍感でそのチャンスを逃すかどうかだけ、絶対解散した方がいいと思います。あ、僕別に応援団でもないからだけど、僕は岸田参謀でコンサルでやるならもう4月5日解散、4月この3月29日予算成立で安倍派全員除名ね、除名、5人衆除名、萩生田も除名とかって言ってうわーってなって、で直ちにその和派を消えない頃にもう29日の記者会見で週明け直ちに自民党役員長官を募集しますって言ったらもう大騒動ですよ。で月曜日に茂木更迭して、小泉進次郎でも小渕優子でも次世代誰でもいいですよ、バーンと幹事長をやったらもう解散モード一色ですよ、あ来たみたいな。そしたらもう裏金事件忘れられて、マスコミバカだから
わあ解散解散解散ってなって、訪米行く前の4月5日に解散しちゃって、28日投開票補選ぶっ飛ばす、これが一番いいに決まってて、それができるかどうかですよ今のところ、頭にあると思うけど、やればどうなるかな、野党壊滅敗北になると思いますね。そうしたらね、別に僕は野党は嫌いなわけでもないんですけど、いやこれやられるとすごい小泉になるみたいなね。でもそこまで張らないだろうなっていう気もしてますけど、で今のところ中途半端な凡人は、いや4月はちょっと怖いから6月に解散しよう、今岸田そう思ってるんですよ。6月になると僕がやった定額減税がみんなに届いて、1人4万円できっと国民は喜んで僕を見直して手術は回復するに違いないとかって、人間そう考えた凡人ですね。ああそんなん誰も喜ばない。しかも政治資金規正法案になるとどんどん足引っ張られるから、野党は絶対合意しませんから。僕は野党のアドバイザーならもう何があっても反対反対、どんどん条件を釣り上げて政治資金パーティー全廃、連座制なんかもちろんそうですけども、その政策活動費ももう廃止、もう全部自民党はやることやって、乗ってきたらさらに条件って言って、結局最後合意できずに反対すればいいんですかね、法案にね。で強行採決させてそのまま回しても解散できないでしょ。だからそうなると6月解散結構難しいんですよ。いくらでも解散権縛るやり方があるし、で僕は麻生とか菅田ならもう必ず構造とかでスキャンダルリークしまくって支持率落としますよ。6月さえ防げば岸田落とせるから。だからそれは常に解散って先手先手先手、これは昼間も言いましたけど、安倍さんは別に安倍支持でもなんでもないけど、安倍さんのすごいところは選挙6回もやったことなんです。で岸田がダメなところは、就任前から総理になって何がしたいですか、人事ですって言ったことなんですよ。つまりね、これはお昼も言ったんですけど、人事はね影響力を落とすんですよ。それはもう当たり前な小学生でも分かることで、会社でも一緒ですけど、人事で起用される人は一人なんですね、幹事長とかね。でもね、みんな自己評価高いから俺だと思ってるんですよ。つまり人事をやればやるほど期待は裏切られる人は圧倒的多くて、満足する人は一人しかいないんですよ。人事をやればやるほど敵を作る。だから権力者、皆さん権力者だったら覚えておきましょう。ある時突然市長になった、ある時突然知事になった時にね、もう絶対自信があります。人事はやるぞやるぞやるぞと言ってやらないのが一番、やっちゃいけない。でどうしてもやりたい人事あるでしょ、どうしてもこの側近だけは、まあそれもしょうがない。でもそれは反発があることを覚悟してやるんなら一つにしましょう、ね、一つ。いっぱいやっちゃって敵いっぱい、敵だらけになりますよ。で抜擢された人はね、意外と感謝しません。俺は能力あるんだから当然だって思うんですよね。で抜擢されない人はなんで俺は能力あるのに抜擢されないって恨むんですよね。人事はね、もう政治見てるとね、ほんとみんな人事下手なんだけど、やらない方がいい。で安倍さんはあんまやらなかったんですよ。安倍さんはずっと麻生副総裁で、副総理で、菅官房長官で、で幹事長はね、最初だけ石破、これ強かったか、総裁選で競い合ったかしょうがなかったけど、石破を変える、これ1個だけやった。でその谷垣幹事長にした後、自転車事故になってやむを得ず2回幹事長で、二階のこと大嫌いだったけど変えなかったね。でも変えない方がいいんですね。まあ、小沢一郎さん昔さよ当たった時、自由党と民主党が合流して民主党代表になっちゃった時に、うわ小沢が来た、小沢新派で固めるのかとかって、まあ、私細野と昔から友達だから、その時細野が前原側近になったんですね。で代表市長がなんかにいて、いや小沢さんが来るよ、俺外されるよって言ってたら、小沢代表ついたら人事全員そのまま留任、代表だけ変わる。そしたらみんな、いや小沢さんの俺を切られなかったよって言って、それから細野は小沢側近みたいな顔に変わりましたけどね。うわこれは人心掌握術はすげえなと思いましたよ。人事やらない方がいいですよ。一方選挙やった方がいいですよ。やっぱ政治家の原点は選挙だから、選挙で勝つとやっぱ強い。やっぱそうは言っても自民党で勝てば、その時の総裁の顔で勝つ。みんなポスター総裁のポスター貼る。やっぱり総裁強くなる。安倍さん6回やってピンチになれば選挙、選挙になる。選挙嫌、誰でも嫌、負けたらやべえと思うから逃げたくなるんだけど、選挙で勝つとやっぱり強いんですよ。
俺は政治家の原点、やっぱ闘争本能で選挙に逃げるやつはやっぱ強くなれない、うん、だから選挙は常に、選挙にアキレス腱がある人はやっぱりね、いざやっぱり政局判断が狂うんですね。俺はいつでも勝てると思うのが基盤です。そこはもう乗り越えていくしかないんです、うん、だからやっぱりね、安倍さんそれやった。で岸田はね、これまで人事が好きって言った甘ぬるいダメ政治家だったんですよ。でもこの2年間もういろいろあって、麻生と決別したりね、いろいろあってちょっと権力者らしくなってきたんですよ。怖くなって、何しでかすが政倫審いきなり出てきたりね、普通バカかと思うけど、まあ、なかなかバカなことって普通に人間できないから、やっぱりね、あのバカなことをやりだしたっていうのは権力者の証なんですね。俺が出ていけばみんなが納得してくれるぐらいな、本気で思ってる可能性あるんですね。ちょっと怖い、怖いのはバカなんだけど、権力者としては結構効果があるんです。トランプ怖いですよ。トランプが強いと何しでかすかわからんっていうところがもう最大の怖さですから。でこれは ある種の怖さって求心力になるから、でその最高はやっぱり解散権なんですよ。全員の首切れるわけだから。だから総理大臣の解散権って本当に怖いんで、多分私も岸田今分かれ道、ここでもうみんな反対、岸田以外全員反対ですからね。で小泉はそれやったんですよ。ここでバサッと解散できればちょっと怖いね、多分勝ちます。でできなければ6月は多分解散できないんじゃないかな。まあ6月本人今やる気満々だけど、どんどん追い込まれていく気がする。本当は4月で、6月できればまあ五分ぐらいのボロ勝ちじゃないと思いますけどね。で9月まで行くとも下ろされるか、まあ自民党はそれで顔を変えて上川にすんのか石破にすんのか、誰かまだその時の状況によると思います。また小池が出てくるのか分かりませんけど、まあ自民党しのぐかもしれないけど、また看板変えた選挙だからあんまり感動の選挙ではないよね。やっぱり僕らこの30年見ると郵政選挙はすごい強烈なイメージありますけど、そういう強烈な選挙にはならない。でも岸田が4月解散したら、安倍が除名して4月解散したら強烈な選挙として多分日本史に残る選挙になると、岸田自身は日本史に残る総理大臣にいや結構チャンスだと思うんですよね、うん、ちょっと岸田に近い人にこの間ちょっと聞いたら、いや私たちも何考えてるか分かんないんですけどね、そんな気配ないですけどねって言ってましたけど、もう私はちょっと生きるの期待じゃないな興味本位って言ったら無責任なんだけど、これやれば化けるかもしれないと思って、すみません長くなりましたけど、これいいですか。それはだいぶ個人的にお話伺ったのでちょっとあれですけども、まあ私からは先ほど小選挙、まあ、中選挙区は小選挙区になって今野党が分断されていると。で与党は多分野党を分断した方が一番都合がいいということになると思うんですけど、野党は今後どうあるべきかっていうのをもしお考えあればお聞かせいただきたいと思います。ね、今おっしゃったのは野党分断工作の話で、まあ、ちょっと自民党から見ると安倍政権が長く成功した最大の成果は野党分断工作だったんですね。でちょうど麻生内閣で自民党が下野した時、私その自民党担当のサブキャンプでその自民党敗北の原稿ばっかり書いてたんですけど、でその時のやっぱりね、自民党はやっぱり初めて二大政党政治怖いなってみんな言ってたね。ちょっとミスるとあっという間に変わる。まあ、当時カナダとかオーストラリアで海外の例でも小選挙区制研究されて怖くて、もういきなり大逆転のが起きてたんで、いつか日本でそれが起きてもおかしくないと言われていたんだけど、民主党ひぼいからそんなことないだろうって言って麻生も安心して漢字を読み間違えたりしてたんですけど、それがやっぱりやっときちゃったと。やっぱりこれエラーすると二大政党怖い、一挙に相手に行くというのをもう痛感したんですよ。でまあ私は朝日新聞政治部で政治部になった時に、実は99年だから実は中選挙区を知らないんですね。だって自分のことを小選挙区型政治記者って言ってるんですけど、で私の教育してした蘇我っていうのがちょっと10年ぐらい上にいて、まあこれ朝日新聞政治部って私の本でも登場する重要な役なので後に決別するんですけど、彼に志望されて麻生に最も食い込んでる記者ですね。彼は中選挙区の人で良好を知ってるから、
中選挙区から小選挙区の移行記者って私が言ってるんですね。でさらに朝日新聞で先輩ではあの星博士、ね、テレビ星さんなんかは、まあ、大渕さんに一番食い込んでたんですけど、かなり中選挙区型記者ですね。まあテレビで偉そうになんか解明的なこと言ってるけど、私から見ると派閥記者ですねでさらに先輩の早野徹さんって亡くなっちゃった若田中学園に食い込んでたんですけど、完璧中選挙区記者ですね、うん、だから社会党のことをとっても好きだったのは、やっぱりいやその今こう自社の自体は良かったよみたいなね、そういうね中選挙区記者ですね。まあそういう意味で言うと、あのずっと私も小選挙区期待してきたし、政権交代は起きうるっていうのが一番大事だった。でさっき言ったようにそれが政治家を小粒にしたっていう面も今反省してるところもあったけど、そうした中でやっぱり小選挙区の限界は見えてきてる中でね、ただ自民党は下野した時怖かったんですね。だから政権復帰した時に真っ先に彼らがやったのは、二大政党をやめようと、野党を分断しようということだったんですね。でそれをもう先頭になってやったのが、まあ、菅さんだったんですね。もともと菅さんは安倍さんを総裁選に担ぎ出す時に、そこでもし負ければ負けそうだったんですよ。その時石原伸晃とかの方がまだ強くてね、いや安倍さんもう一回でもダメだろうみたいな感じで、まあ、ある種菅義偉で一番形か安倍を説得して担ぎ出すんですね。でその時ただ菅さんもずるいから、万が一負けた時にどうしようってことで保険かけてた、それ維新だったんですね。でもともと維新がその橋本徹が登場した時に菅と、まあ、松井が一緒に橋本徹を口説いて出す、その段階からまあ維新はまああの菅と近いっていう、もともと菅とのべったりな状況があったんですけどね、橋本松井菅安倍っていうのね。で安倍が負けた時にあの松井はあの安倍を維新の党首に迎えるという話まで済んでた、菅暗躍してたんですね。だから安倍行く気だったと思いますけどね、もし負けてたら。とは勝っちゃったから、僕維新側から来ましたけど勝っちゃったっていう、ね、連絡があなたじゃなくなったみたいな、菅を負けると十分思ってたんですね、まあ、そのぐらい密接な関係で。でそうなったら松井橋本安倍菅の関係は続きまして、で考えた、これは使わない手はないと。で民主党政権はボロボロになって終わっている、二度と民主党政権を復活させないようにするために野党分断、まあ、そこから安倍政権、特に菅官房長官が最も力を入れたのが維新に肩入れすると、維新を強くして野党を分断すると、それが一番民主党に効くだろうと、もう見事な成功ね。民主党はやっぱり常に選挙になっても批判票がまとまらない。でこれはね、私なんかずっと言ってたんですよ、民主党の議員たちにね、あなたね自分の選挙区で何票取りました、いや何万票取った、俺一生懸命朝立ちして頑張ったり何万票取ったって言うんですよ、ね、で甘えない方がいいですよと、あなたが実力で取った票なんてあなたの取った票の1割です、残り9割は自民党は嫌いって入れてるんですよ、それを認識しないと大間違いになりますよって言ったら、いやそんなことない、俺は駅立ちして毎日朝立って頑張った、確かに頑張ってる、でもそんな票は一部ですよって言ってる、多分それが真ですね。まあ、私のこの上限を見事に裏切ったのが細野豪志だったね。まあ子供たちだから、お前絶対勝てねえぞってね、所詮お前確かに人気あるから、他のやつが1割としたらお前3割ぐらいは取ってると思うけどね、野党は外れると7割逃げるぞ、で自民党も票ちょっと来るかもしれないけど自民党結構裏切り者に厳しいから全部来ないぞ、だからやべえぞって言った、そんなことない、静岡の三島で俺は圧倒的人気なんだ、俺は絶対勝つとかって偉そうに言ってて、今に見てろって言ったら、あいつは勝ったんですよ、だよほど強いんだね、地元で自民党でも民主党でもなんか細野だみたいなのになってるから、まあ古賀誠が人殺ししない限り通るじゃないけど、そのぐらいのある圧倒的なものを作ったって、まあもう立派だ立派、でもそんな野党議員ごく一部ですから、ほとんどは自民党嫌いだから、これは小選挙区がなね、でそれに維新が出てきちゃって、別に負けてもいいから比例狙いでいっぱい立てるみたいなことやられちゃうと批判票が分散するんですよ。だ批判票が1個に集まるから野党第1党は小選挙区で強かったけど、野党がこうやって分断されていくとなかなかこれは勝てないっていうことになってしまう。
でこれはねもう十分歴史的には研究されていて、あの小選挙区導入された最初の96年の選挙の時に、実は、自民党に対して野党第一党新進党だったんですね。で民主党は野党第二党だったんです。ところが結果は新進党がアメドリズに民主党生き残った。普通は二大政党の時には野党第二党以下は壊れていく、みんなの党とかでいろいろありましたが潰れていく。なんで民主党が最初生き残ったのかっていうと、まあこれ菅直人が僕言ってましたけど、菅直人さんも ある種傲慢ですからね、なんであの時生き残ったんですかって言ったらね、それはな、自分で分析するんですよ、特殊事情があったから普通は勝てないと、それ特殊事情があったんだ、何ですか、鳩山の金と俺の人気だって言った。確かに鳩山の金はないけど俺の人気って言うけど、まあ、そういうことは平然で言ってるのを見るところが、まあ、菅さんが人気のないところなんですけどね。まあでもそういうある種すごい人気だったから、あのかいわれ大根とか食べる構成や役がエースとかでね、だからそれがあったからこそ奇跡的に、民主党は野党第一党で生き残った。じゃあ維新はなんでこれまで踏みとどまっていたのか、まあ、一つはね、あの大阪知事と市長を取った。これ僕ずっとね、菅直人とか前原とか言ってるけど、民主党がダメだったのはね、地方で相乗りばっかり好きなんですよ。でね、やっぱり政治はね、さっき言ったやってみせなきゃいけない。だから早くね、民主党王国を作ってね、あのどっかの自治体を取って自民党にできない政治を見せつけたらいいってずっと言ってたんだよね。ところが連合べったりだから、あの連合は絶対地元知事と対決したくないんで、どこも相乗りして、せっかく民主党系知事が選挙の時は自民党を倒したとかってね、埼玉もね、例えば滋賀とか、まあ、岩手はちょっと特殊だけど、いっぱい誕生したんですよ、民主党系勝利とかで勝った時は大ニュース、でも気づくといつの間にか相乗りみたいなね、横浜市長とかね、でそれをずっとやってきた。これは有権者の裏切りで、結局地方自治体で民主党政権の姿は自民党とこんだけ違うのを見せられなかった。でこれ維新やったんですよ。私橋本党とはいなく長い付き合いで、最初あの知事になった時、多分政治家で初めてインタビューしたんですけど、まあ、それは明確にそういうビジョンを持ってましたね、やってみせると。だからそれは維新は一つ大阪王国を作って、まあ、政策の中身いい悪いは意見があるでしょうけど、一億だいぶ変えたんですね。で地元大阪では自民党激突して、市長知事大学議会まで取ってやってみせる。私も尼崎人たち、小学校6歳尼崎に行ったんで大阪の雰囲気だったんですけど、やっぱり大阪支持強いですよ、アンチ東京っていうんで、東京と張り合ってるっていう人気もあるし、やっぱやってみせるっていう、なんか変わったねっていうところがある大阪にね。それはね、維新が一種王国を作った、民主党がやらなかったことをやったっていうのが、一つ維新が野党第二党のずっと生き残ってきた。一つの意義。でもそれだけじゃなかったんです。もう一つは、やっぱり時の政権、安倍政権が支えてきたってことですね。ピンチになると維新と組むんです。これは裏取れてないからあんまり言っちゃいけないけど、もしかしたら資金援助もしてるかもしれない。選挙区の調整でもいろんなことで手を、あと一緒に政策を進める、民主党を外して維新と組みながらやるってことで、困ったら菅さんが手を差し伸べて維新をショーアップする、つまり維新を殺さないってことが一番の選挙対策だったんですね。ただ野党分断ってのは一番、安倍政権長期化で一番成功した最大の勝因だと私は見て、でそれに対して民主党が党名ばっかり変えて組織ばっかり変えて一緒のように分裂しちゃって、ますます分断が進んじゃったっていうね、どんな悪循環に入ってるっていうのが今の状況ね。ところが一時その民主党対策で作った維新が逆に民主党強くなってしまって、支持率が超えて躍進しちゃった。これ自民党誤算だったんですね。飼い猫に指噛まれるみたいな、いやこいつら怖いねと。で歴史的に自民党はそのリベラル側から勢力が伸びるよりも右側から伸びてきた方が怖いっていうのがあって、自民党支持層が崩れちゃうみたいな。やっぱりこれもともとの民主党の方が楽だったんじゃないか、まあ、変にこのようわからん維新が怪物になったらどうしようみたいな、そういう警戒感がこう何年か広がって、今逆に維新に思ってきた一つの理由は、やっぱり自民党の応援がなくなった、菅さんが岸田政権で主流派から外れて自民党のサポートがなくなったっていうのも大きいし、むしろ維新の脅威かもっていうのがこの1年間来て、やっぱり逆動が出てきた。
やっぱり自民党の姿勢っていうのは見えないところで大きく影響しているんですよね、プロ的に言うと、うん、だからむしろ立憲の方が組みしやすいと。でそういう状況で今成立すると何が起きてるかというと、そのやっぱり野党の状況って野党からだけじゃ見たら見えなくて、よ自民党から見なきゃいけなくて、自民党ずるいですよ、すいません、ね、自民党ずるいですよ自民党ずるくてね、うまくやっててね、ある種その自民党内の権力闘争に野党を利用するんですけどね。でそれは一番最初に菅さんがやって、菅さんって派閥がないから自民党内に当選回数も少ないんで弱いんですよ。だから自分の党内の弱さを補うために連立の公明党は、まあ、学会の佐藤洋さんと通貫で、ね、横浜時代からの通貫なんで、その学会的に与党内外から圧力を加えると。だから気に食わないことをやると自分で文句があるのに公明党が言ってもらうということで政局作っていくんですよ、二階菅はね。まあ、公明党って叩き上げだから麻生とか大嫌いなんですよ、エスタブリッシュメントエバってるみたいな泥臭い諸上がりの政治家が大好きなんですね、あるんですね、古賀誠とかね。だからそういうところは常に、なんていうか外から揺さぶると。ちなみに最近気づいたんですけど、国土交通大臣がなぜ公明党がずっと続いてるのか、わかります？自民党の支持層が取れた、そんなことで自民党の清和会とかもう公明党外せってやってるんだけど、あれはね小泉政権から、最初公明党はゼネコン業界に興味なかったんですよ、厚生労働省とかが欲しい、平和と福祉の党だからね。途中から国土交通大臣になったら、最初公明党が欲しいって言ったわけじゃないんですよ、あれを持ちかけたのは二階古賀です。つまりね、国土交通大臣って代々その宏池会と形成会の牙城だったんです。ところがこれがやられちゃって、清和会がこうバーン強くなった時に、清和会一番おいしいところ取り欲しいんですよ、国土交通大臣。清和会歴史的に非主流派でね、おいしい利権にありつけなかったから恥パイの文部省に行ってたんですよ。だから統一教会とかスポーツ利権、森さんスポーツ利権とね、あと統一教会いっぱいいるでしょ。あれ欲しくて行ったわけじゃなくて、形成会が土建屋を手放してくれなかったから余り物をもらってた。それがどんどん余り物の世界が大きくなって、ラッキーって話であってね、幼稚園とかね、そういうところに行ったわけで、本当はね、それはダムとか道路もいいんですよ、巨大ですからね、巨大ですよ。でその時ね、やっぱ怖い、ここが二階の政局百戦メンバー考えるんですよ、真正面に形成の清和会大臣、国土交通大臣よこせって言われたら森小泉勝てない、これはダメだ、負ける。そこで公明党を巻き込むんですよ。公明党に行って、公明党に大臣ポストを要求させる、国土交通大臣。で、公明党に預けたんですよ。そうすると、自公選挙協力があるから、清和会、自民党の中ではエパってるけど、公明党には文句言いたいからしょうがない。今回、この安全保障の有事法制認める代わりに、国土交通大臣を、ね、あげますよ。そこで一旦取ったら、公明党は離さない。すごいでしょ、こういうことをね、百戦錬磨やるんですよ。だから今どこ行ってもゼネコン、公明党の選挙大会行くとゼネコンずらーね、だからゼネコンはもう全部公明党で、そこには必ず小川二階が関与してるっていう構造を、新たな利権を作るってそういうことなんですよ。野党そんな下手なんね。でそういうのをうまくやるとこう頑丈な基盤になる、好き嫌いじゃなくもう利権に固まった集団になる、ね、こういうのとやんなきゃいけない。そういう意味で言うと、菅さんは公明党を使うのと、もう一つ維新、菅さんがなぜ派閥がないのにあんな粘ったかというと、公明維新っていうパートナーを使って主導権を取ってた、自民党外から揺さぶってた。で麻生はね、それを見てね、クソと思った。自民党の中だけなら俺が勝てるのに、いつも何かやろうとすると公明と維新が邪魔してくる、どうせ菅が動かしてるんだろうあいつめって思ってた。で俺も真似しようと思ったんですよ、菅がちょっと遠いところ俺味方つけようって言って、麻生が接近したのが連合ですね。で国民民主党の分断の背景には当然連合の意向があり、連合の後ろには麻生茂木ラインがいると。つまり国民民主党の後ろには麻生茂木がついていると、維新の後ろには菅がついていると。今日代理戦争なんですよ。でもここでもう一つ重要なプレイヤーがいる、麻生にも菅でもない、それは財務省、
財務省は政界プレイヤーですからね、あれ経済官庁ではないですからね。で、だいたい財務省東大とか出て20人ぐらい入って、だいたい15人ぐらいはね入庁から外れてるんです。将来のホープは5人ぐらいなんです。ただ死刑局に行ってね、時間偉くなっていく。この5人はもう最初から財政再建とかどうでもいいと思ってますからね、嘘だと思ってますからね。彼らはもう予算編成権も権力の道具、政治的に見てますから。経済官庁、政治官庁だから、経済部の記者の前にはなんかマクロ経済がなんとかとか財政再建とかかっこいいこと言いますけど、どうでもいいと思ってますから。で、意外と外れてる 財務省なんとか研究所とかね、そういう人ほど財政再建が大事ですとか言うんですよ。で、私大体その政治局ばっかりやってる財務官僚としか付き合ってないから、彼らからそんな財政再建が大事だと聞いたことない。むしろなぜ彼らが財政再建って言うと、お金が少ない方が権力アップするんですよ。予算配分権が、お金があり余ってたらさ、誰も財務省に頭下げないでしょ。予算がない、でもお前だけにあげるっていうから、みんな頭を下げて、じゃあうちの会社に甘くなってくださいって言ってくるわけだから、お金少ない方がいいんですよ財務省は、ね、自分が自由に使えるお金があるのは大事なんだけど、それがあふれ返っちゃ困る。これが政治的観点で見る財政学なんですかね。その観点で財務省は消費税増税が何ていうかと、消費税は自分が自由に使えるんですよ。で、目的税ね、例えば社会保障を上げたって、あれ厚生労働省の財布だから何の意味もないんですよ。ただ財務省は基本的にそうやって自分の政治力をアップする、そのために今一番誰を使っているかっていうと立憲民主党です。立憲民主党、つまり民主党政権の時に消費税増税アップしたでしょ。あの時誰がやったかというと、野田さん、岡田さん、安住さん、ね、ここは強固な信頼関係あるから自民党よりも近いですよ。だから今結局政権内部の権力闘争は、まあ麻生さんとか菅さんとかいるけど、それぞれ応援団が野党側にいるんですよね。だからその野党がなんか喧嘩しているように見えるけど、あれは、ね、自民党内の権力闘争、まあ財務省も含めた政府内の権力闘争の反映でしかなくて、だから今後将来の連立政権、もし自公が過半数割ったりした場合の連立政権になる絵は、その時の自民党の主導権を誰が握っているか。菅が握っていれば維新が連立入りです。麻生が握っていれば国民民主は連立入りです。どっちも失脚して、財務省主導で強ければ立憲との大連立があります。そうやって政局決まってきますから。もちろんその時立憲の主導権を野田、岡田、安住が握っていればね。だ結局今どこも自力で単独過半数取る自信がないから、まあ、岡田さんもね随分昔から知ってますし、安住さんも知ってますけど、やっぱりそろそろ政治家としての集大成を考えて、一回大臣とかやってるからね、このまま野党で終わんのかと思うんですよ。政権なのかそんな感じじゃなかった、もっと青臭いことを岡田さんとかも言ってた。でも自分もこのまま終わるの、もう一花咲かせたい、でもこのままいくと立憲単独政権難しそうだな、みんな政治家最後何かやれこう残したいと思うんだね。やっぱ与党なりたいんですよ。でもこれ単独政権もじゃあ連立政権できるの、維新連立口では言ってますよ、でも内心はやっぱりもう一回大臣やりたいんですよ。でそうなるとやっぱり最後消費税増税を大義にするとか何か理由をつけて、まあ味方は財務省だからね、一緒に消費税やった仲間ですからね、そういう枠組みの中で動かした方がいいかなとなると、とりあえず自公過半数割れに追い込もう。この一点ではみんな連立されたいから、自公過半数割れにならないと連立の枠組み変わらないんで、みんな同じなんで、とりあえず自公連立にすればその後足りない分を補うために立憲が選ばれるか国民が選ばれるか維新が選ばれるか、じゃあ誰を選ぶかっていうのを決めるのはその時の総理大臣、まあ自公過半数割れになれば多分岸田は退陣だよね。じゃあその次の総裁選で誰が勝つかによって連立の枠組みが決まるというのは今の現状なんです。だからね、国民からすると盛り上がらないのは当たり前で、自公を過半数割れしたって自民党にプラスワンになって終わり、あ、そうですね、という状況になっているので、だそれを変えない限り国民の期待は高まらないですよ。やっぱ本気でも、だからそのやっぱり本当に野党共闘っていうんなら絶対自民党と組まないっていうぐらい
弁書書かないと国民信じません。それをしないなら機運高まらないね。じゃあそれがもしできないのは一番の理由はやっぱり総理大臣候補です。俺たちが政権取った自民党公明党は関数あったらみんなでこいつを総理大臣するっていうことをもう伝承して反抗して公表してそこまでしたらその後総理大臣候補がみんなめちゃくちゃ人気があればちょっとは国民信じるけど、とりあえず自公関数割れだけじゃどうせ誰かが組むんでしょうって終わっちゃう。そこは迫力不足になっている。だ選挙制度変えるのもないけど今の選挙制度やり方はいっぱいある。やっぱ圧倒的に人気のある強力な総理大臣候補を作ることが何よりも大事だし、その上に絶対自民党とは組まないっていうことまでしないとアンチ自民党票を吸収できません。信用されないから。そうするとどっちも嫌だからって言って諦めて投票率は上がらない。そうするとうわ変わるかもしらんと思うとやっぱ上がるんですよ。民主党政権になった時は 69% いきましたからね、投票率がね。今下手すると投票率が上がった方が自民党に流れるんじゃないかっていう状況になっちゃってるから、まずは期待感を高める。そのためには圧倒的人気のある強い総理大臣候補を担ぐ。そしてそいつを応援するやつは絶対自民党と組まないっていうことを示さない限り、選挙盛り上がらない。だから投票に行かない人を掘り起こすっていう。今起きてるのは狭い自民党嫌いだっていう票をみんなで取り合ってるっていうことになっちゃってるんで、やっぱり投票率を 70% 上げる方法が野党には一番大事だ。そういう意味ではやっぱりかっこよくて、もしくはもう魅力的でみんなをこう熱狂させるようなリーダー。リベラルは常に割れるんです、カエサルの時代から。でも圧倒的リーダーがいるとまとまる。オバマもそうですね。やっぱりそういうリーダーの出現を今野党勢力は一番欠けていると思います。すいません長くなっちゃって。三島先生、大変貴重なお話をありがとうございました。それでは皆様乾杯。ここから言うことは何もない。また